皆さんこんばんは、原田ゴルフ原田周平です。番組の始めにご案内ですけれども、公式の LINE の登録お願いします。もう2200人以上増えてます。6大特典受け取ってください。メリットとしてはね、レッスン本のダイジェストだとか、スイング診断、メールマガジン、いろんなコンテンツありますので、ぜひよろしくお願いいたします。ということで今日のテーマですけれども、右の肘で早く振る方法っていうのをちょっとお話したいんですけど、ドライバーを右の肘を使ってこうしっかりと早く振ると、この振り方ですね、右手で振ると距離が出る、そういう話になるんですけども、もちろん左の動きも重要にはなってくる。ただ右手っていうのは利き手なので、使い方は皆さんですね非常に得意なはずなんです。じゃあそこを踏まえて、どのような、ね、使い方なのかというのを言うと、2タイプあるってこと、早く振り方がね、これをちょっとお話します。これが分かれば自分の握りに対してスイングの違いというものが分かるので、あ、この人の真似しようと思ってもできない、合ってる、こういうふうにね選択が増えてくるので、ぜひですね今日の話聞いて自分のタイプをちょっと理解してみてください。タイプってどういうタイプかというと、シンプルに考えてみましょう。ストロンググリップとスクエアグリップぐらい、2つで考えてみましょう。もしくはウィークっていうかね、ちょっと上から握るタイプと下から、極端に自分はどっちなのかっていう肘の位置で変わるんですね。僕の肘で見てください。今僕はだいたい少し右腰の外側ぐらい握ってるね、向いてます。こういうタイプと下向くタイプですね、これは結構右手のグリップで変わってきます。僕は少し右の腰を刺すので、あまり右手下から握りすぎてないでしょ、こんな感じぐらいですね、まあ、ちょっとちょい下ですね、だけどこのぐらい。でもめちゃめちゃこう下から握るタイプもいますよね。こういう下から握るタイプと、ちょっとこう横から上から握るタイプで、ちょっとスイングのねテイストが変わるんですよ。これで肘の使い方も向きが変わるんで、かなり違ってくるということ、これを今日はお話しします。まずですね、横から握るタイプ、まあ、僕のような握り方なんですけども、この場合の腕っていうのは横から握るタイプですね。少しゆとりがあるんですよ、肘にあんまり突っ張ってないんですよ、はい、こんなタイプ、肘が少し曲がってる状態ですね。でこの状態で振るので、トップの位置もあまり右の肘が真下向かないの、ちょっと肘が外目、こうならないってことですね、はい、まあ、もちろんダウンスイングで肘は下向いてくれるんですけども、ここのトップのところでキチキチに締めないでください。なのでバックスイングはちょっと開く感じになります、ね、このグリップの場合ゆとりを持って少し肘が開くような感じになります。そして振り抜いたら肘はターゲット方向向く、このように、そうするとヘッドが加速されるね、こんな使い方になります。そうすると右手の甲が振ったら自分を刺します、こうならない、自分を刺す形で、ね、少しフェースローテーションが入るってことね、こんな感じね。なんでかというとこっち側に握ってるんで、下から握ってませんからね、このように自分を刺していく感じ、まあ、僕自身はそういうグリップになるので、肘が少し、あまり肘が中に入らない、ね、肘はだいたい右の脇腰骨を刺すぐらいでインパクトになるとスピードが出てきますと、ね、なのでハンドファーストの量は少なめ、このぐらい、こんな感じです。構えたらこのような形、少し肘にゆとりを持って、右の肘の使い方は少しゆとりを持って、少しゆとりがある状態から、この時もちょっと自分を、右手の甲が自分を刺しているような形になりますと、これが、僕の方のタイプですね、横から握るタイプ。じゃあ次下から握るタイプです。これどういうことか、どういう感じかというと、突っ張るんですよ、腕がちょっとね、張りが出ます。張りが出て下から握ってるので、トップで右に下向きます、ね、ここまでのポイント、
こんな感じで、これで構えるともう右手のひらが上向いてるので早い段階でリストコックがセットされます。さっきのゆとりのある状態じゃなよりは早い段階のコックになるのでハンドファーストはきつくなりますよと。なので打った後は右手の自分を刺すんですね。自分こうあっち刺したら引っかかっちゃいますからね。自分を刺す、こんな感じ で肘がだいたいこう前を向く、前に入るってことね。肘が前に来て押し込むような感じ、こうするとちょっと前で振るような感じになりますね。こういう形になります。なのでこの腕が突っ張った状態でセットが早めで肘が中に入りながらこのようにインパクトしながら右手のひらが自分を刺すような感じ、右手のひらが自分を刺すような形で振ってくる、こんな感じですね。はい、こんな感じ。この違い、肘の使い方ね、これね全然違うんですよ。だからタイプの、このタイプの右手が上から握るタイプの人が肘を中に入れながらこういうふうにやるとフェース開いちゃいますから、ハンドファーストにしちゃうと開いちゃうわけ。そういう方はもう右の腰の位置で肘を入れてって右手の甲が自分を刺す。ストロングリップの方は腕が突っ張っていて肘が中に入りながらこのように、ハンドファーストが強くなる。その分右手のひらが自分を刺すような、このような違いになってくる。こういう風な感じで右手で素振りしてみてください。だからストロングリップの人の右手の振り方はこういう振り方、そしてウィーググリップ横から握ってるタイプの方は打ったら右手の甲が自分を刺す。で肘がゆとりがあるのがスクエアグリップで、肘がきっちり下向いて脇が締まった状態になるのがストロングリップ。この肘の使い方で全然飛距離の違い、ヘッドアスの加速感が変わりますから、どっちかが得意かに不得意でスピードがぐんと、落ちたり伸びたりしますので、これめちゃめちゃ重要なところなんで、ここの自分のチェックしてみてください。今までのお話で、はい、グリップは2種類ということで、2種類って言ったね、一般的にこうもっと細かく分類ってされたりはしますか？ね、アメリカのバイオスイングダイナミクスっていうスイング理論でいうと5種類あるって言われてるんですよね。マイク・アダムスさんが提唱してるのはこれがね、アンダー、めっちゃ下からサイドアンダーで、サイドオン、サイドカバーだ、サイドカバーオントップ、こういうふうになんかね、ボールを触って自分がどこ触れば一番気持ちいいかっていうふうにして、で肘の位置がこれ変わるでしょ、はい、だから僕は大体サイドオンかサイドアンダーに近いとこっていう風に言われたの。これは何、あ、すみません、これは何をもってチェックするかでしょ。これめちゃくちゃチェックするのが難しいんだけど、はい、ね、ただね、体を回さないで自分がどういうやり方したらいいかってずっとこうやって肘を畳んでみると分かるの。僕はこのぐらいなんだけど、こういうタイプとこういうタイプとかいろいろやるけ、こうなる人とか、じゃあ、まあ細かくいろいろこうチェックしながら、自分好きな握りってこうだとかによって変わってくるんで、肘の使い方こうやった方が打てる人とこうやってやればいいって、こう肘で変わるんだよね。これがこのマイク・アダムスのバイオスイングダイナミクスの5つのグリップって僕の動画にもあるんで、これちょっと見てみていただくと、それに対しての肘の使い方変わるんですよね。これめちゃめちゃ大事なんですけど、なかなかここまで解説すると長くなるので、グリップはそこまでこだわって自分に合うグリップを探し当てるのは初心者の方は必要ですか？初心者の人が必要なんじゃなくて、やったらそうなるんですよ。そう、グリップを変えるみたいなことはどんな方がしたらいいんですか？あんまりにもグリップは変えないで、打ち方が例えばこういうグリップなのに下から握ってるのにねじるようにスイングするとかね、打ち方を変えると握りはそこまで変えない。もっと言うと、握りのシステムとかあるよ、いろんな握りのチェック、指で握るとか、その設計図は変えるけど握り方は変わらないんですよ。なかなか教えても自分の好きな握りになってしまうので、それに対してカスタマイズします。ただ
もうあなたは絶対ストロングリップですとかっていうふうに教える、まあ、もしレッスンプロがいたらちょっと怪しい。グリップってそんなに変わらないから変えられないんですよ、まあ、手を例えば組んだ時に、まあ、自然と左手が行く、うん、上、そうそうそう、左親指が上の人とかこう癖みたいなものがあり、そう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 、それに近い形ですね。そうですね、だから結構ここら辺は、ね、レッスン何年もやってると分かる、結局変えられない部分があるので、だったらその握りに対して、カスタムしていくように僕はレッスンします、はい、じゃあまあそのあ5つあるんだとかそういう話から入るのではなく、まあ、自分の自然なところを、うん、そうそうそう、まあ、分かっていきたいっていう感じですか、ね、そっちの方が大事、はい、はい、ということでですね、ちょっと最後まとめというかね、僕の握り方っていうので最後仕上げてみたいと思います。まとめね、僕は横から握る、肘はちょっと下向くんだけど、僕のイメージでは右腰があんまりハンドファーストにならないイメージの方が僕は合う。肘だからゆとりがある方ですね、ちょっと曲げてゆとりがあった状態で、肘がちょっとあんまり締めない感じ、ちょっと開くぐらい、こんな感じでこうならないようにします。でそれちょっと打ってみます。で打った後は右手の甲が自分を刺すように、ちょっと自分を刺してるような感じですね。はい、ということで、今日はちょっと肘の使い方で早く振る方法っていうのは人によって違う、タイプが違う、2種類あります、2種類ありますよ、本当は5種類って言いましたけどね、2種類から考えてみていただくとなんとなくイメージが湧くと思うんで、ぜひねチェックしてやってみてください。ということで、このチャンネルは私のレッスン経験を毎日公開しているチャンネルですので、チャンネル登録、コメント、高評価をお願いいたします。あと公式の LINE の登録、5大特、6大特典を受け取ってみてください。それでは今日はこの辺で、さよなら。いつも YouTube をご視聴いただき本当にありがとうございます。ぜひ LINE 公式に登録していただいて、一緒にゴルフライフをですね楽しんでいきましょう。 LINE 登録方法は動画下の動画説明欄に貼り付けてある LINE URL をタップしてみてください。詳しい特典の詳細を見ることができます。それでは私の LINE でお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それではよろしくお願いいたします。